水曜月一コメンテーター脳科学者茂木健一郎さんです。テーマは何でしょうか。はい、脳科学者から見たショパンコンクールのすごさということで、反田恭平さんがね、日本人としては51年ぶりに2位に入賞したっていう、このニュースはお二人とも聞いたと思うんですけども、はい、ちょっと前ですよね。はい、ピアニスト、はい、で皆さんね、ピアノコンクールって言ったらなんかちょっとエレガンスなイメージあるでしょ、はい、全然違うんですよ。反田さん、僕小学校の頃から知ってて、小学校の時に僕 の, イベントに来てくださってお母さんと、その時僕ね、人生は爆発だっていうなんかクジラの絵を描いてあげたの。そしたら岡本太郎みたいなそしたらね、しばらく経ってファンクラブのミーティングに僕呼んでくださって、でその時に僕が描いたそのクジラの絵持ってきて、森さんこれ僕は小学校の時に行って、それで再会したんですけど、その後僕の別の局の番組に来てくださったりとか、で僕聞いてびっくりしたんだけど、まあ当時反田君モスクワ音楽院に留学してて、まず練習のピアノがないんだって。だから現地で取り合いというか、自分専用だから なんとなく皆さんほらショパンコンクールに出るようなピアニストって恵まれた環境でやってると思うじゃないですか。もうハングリーの塊、しかもなんかもう街は危ないし、そういうところで彼自炊してやってて、で僕すごいびっくりしたんだけど、例えばほら、まあピアノがあんまりない国ってあるじゃないですか、そういうとこってね、紙ピアノで練習してんだって。音出ないです、ね、音出ない、だから紙の鍵盤をこうやってやって、で僕びっくりしたのは、いや森さん、グランドピアノは本番で弾くのが初めてって人もいるんですよって。本当意外すぎる。でそういうところに身を置いて反田君頑張ってて、でもずっと前から、いやもうショパンコンクール絶対狙いますと言って、まあモスクワからね、ワルシャワに引っ越して、で今回もうそのありったけの人生をぶつけてさ弾いたんだけど、さあここで問題です。ショパンコンクールなどのコンクールで最も大事なことは何でしょうか。ピアニストとして本番に臨む度胸、なんだと思います水谷さん。礼儀正しさ、違うでも技術が一番です、ね、なんかね、日本人はコンクールっていうと正確にこうやって弾くことが大事なんじゃないかと思うんですけど、違うんですって。その人の演奏をもう一回聞きたいと思うか。なるほど。これプロとしてはだってさ、必要なこと、それが一番大事じゃないですか。コンサート行って反田君出てきて、まあ上手かったんだけどもういいかなみたいなじゃなくて確かに。でね、国際コンクールの予選ってあれなんですって、出入り自由だから演奏がダメだと出てきちゃうんだ。だからもうコンクールっていうよりも興行に近いらしいんですよ。いやそれは知らなかったです。で和美さんとか宮谷さんは例えばデパートとかの催し場で喋ったこととかあります？はい、あります。時って大変じゃない、だってお客さんほらいろいろなんか出入りしちゃってるし、僕もそういうのあるんですよ、脳科学者として。時どうされます？話す時、まあ、皆さんに語りかけるように、皆さん飽きさせないように頑張るだけですけど、あれとショパンコンクールの本番は同じらしいんですよ。はあ、いかに調子を逃がさないかっていうか、そのために反田君はなんと体重を増やしたんですよね。どういう意味ですか？いやだから迫力ある音を出すために、やっぱり指に伝わるように最終的に、はいはいはい、重みがだからね、変な話、僕と同じような体型してもいや、そうですね、ぽっちゃりというか、なんか肩太りって言ったらなんですけど、筋肉質のね、はいはいはい、感じします。いやだからショパンコンクールってどうしてもなんかね、我々日本人にとってはなんかエレガントなピアノのその世界、優雅な世界だと思いがちなんですけど、実はそういう、もう人生みんなかけてるんで、そう考えたらなんかすごく楽しくないですか？しかも皆さんがやられてるような、そのなんかしゃべりのなんか人を引きつけ、このラジオもそうですよ。だってつまんなかったらリスナーいなくなっちゃうから、もう一回聞きたくなる。この番組もそうじゃない？この番組聞いていただいて、もう一回聞きたいと思うかどうかっていう、それとショパンコンクールは同じだと。だから中村ひろ子さんがかつて入賞されたんですけど、中村ひろ子さんはピアニストという蛮族がいるとおっしゃったわけですけど、その蛮族が繰り出す野蛮な人たちってこと、野蛮な人たち。でもその音が素晴らしいって、なんかちょっと心が
ざわっとするというか、本当に素晴らしいピアノを聴くと、うん、ざわざわしますよね、心がね。そうです、電流を浴びた時のような感覚ですけど、その反田恭平さんはなんかね、あの凱旋コンサートもあって、風見さんなんかチェックしてましたね。あ、そうですね、沖縄、熊本、奈良、札幌、東京で年末年始にかけてあって、うん、最後東京が1月6日サントリーホール大ホール S席7500円、別にこれ告知するために喋ってもらってるわけじゃなくて、調べたら反田さんのピアノ7500円で聴けるんだったら大奮発していっちゃおうかなと思いますよね。ね、まあそれぐらい魅力のある世界だってことです ね、 ね、はいはい、脳科学者茂木健一郎から見たショパンコンクールの凄さ、今日のオピニオンでした。ありがとうございました。これなんか映像見られるのかな。ねえ。